とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、ナイトメアモッド、やっていきたいと思います。クリアできるかは、わかりません。はい。ということで、装備ですけども、これでいきます。ツタノムチ、ウィザーのアーマー、冬の指先、で、アーティファクトが、羽、矢筒ですね。俺がよく使うやつです。さあ、どこに行こうか。まあ、ここ行ってみるか？うん。まあ、デイリーはね、ナイトメアでするもんじゃない。うん、普通の、ここを、やってみよう。それでは行きましょう。ちょっと待って、いきなりなんかいるぞ。いや、ノーマルのやつは倒せる。でも、ちょっと待って、これ、あれ、倒せないって。よし！オッケー。厳しい。あっぶね。雪玉があるから、まだ、なんとかね、無効化して、倒していけるけども、いや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 、無理だ。おい、ちょっと無理無理。無理無理。これは無理。ちょっと待って。ほら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 ！変更ついてるやつがいるでしょ。で、しかも、トゲとかもう、やめろよ。重力パルスもやめろ。よし！いけ！まあ、倒せるには倒せんのよ。うん。やっぱさすがはね、よし、稲妻の矢筒ビルドだわ。さすがは強い。でも、それでもこいつらは強い。全部倒していくのはまずもって無理。うん。なのである程度はもう倒さずに行く感じがいいよね。あ、でこういうね、あの段差みたいなのは使ってある程度削っていこう。ロイヤルガードとか無理でしょこんな。おい！いける。なんとかギリ倒せる。よし、オッケー、行け。ちょっと待て待て。オッケー。よっしゃ。ポーションバリア使わないと、まあまあ持たないね。あ、やばい。やっべ、せっかくあっちまで行ったのに。で、ポーションバリアがもう、ないんだよね。よっしゃ。危ねえ。このロイヤルガードがね、マジ無理だからね。で、できるだけ、デスバー、やっぱ、あぶねえ。デスバーターはね、入れていきたいのよ。うん、でも俺採掘者入れてないんで、それがちょっと、おいおいおい、それ無理だって。ちょっと待ってよ。OK、倒した。いったれ。OK。このポーションバリアが効いてる間に、もうガンガン進んでいくっきゃない。よっしゃ！あー！ダメだ！ダメだ！一瞬当たると終わるんだもん。よし！一瞬当たると終わる。オッケー！来るなって！あー！やばい！これはやばい！来るな！あー！もう！ちょいちょい！あー！もう！これさ、無理じゃない？無理だって。ポーションバリア入れて、やっとこさ耐えれるぐらいなんで、とってもじゃないけど、やべえ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 。やばい！あっぶねえ！よし。オッケー。うぅ！これ、影突で行った方がまあまあ安心だよ。でも影突じゃ面白くないもんね。やばいやばい、囲まれた。やばいやばいやばい、来んな来んな来んなって。もうはい、戻ってきました。普通の装備では無理、普通ではこれはクリアできんわ。稲妻の矢筒も雑魚は倒せるのよ。
でもエンチャントされてる敵がちょっと倒せないんだよな。なんか対策は必要ですね。やっぱりエリクサーのカバン使って影化しながら行くっていうのが理想的なのかな。はい、まあとりあえずもうちょっとね挑戦してみます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。